橋本キアの呪術プリスト。はい、橋本キアです。はい、ケニューの眠りの森のお姫様ちーちゃんです。はい、今回はですね、前回引き続きラスエストレージャスで呪術、これの呪術部門の試合見ていきたいと思います。じゃあ提供もお願いします。はい、橋本キアの呪術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、呪術一式、一徹、イサミ、VHTS、ラスコンチャス、ズマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオにて全世界同時配信でお送りいたします。はい、今回は11月26日に東京代々木のミューズ音楽院ホールで行われたラスエストレージャスで呪術2017を見ていただきます。見どころは、はい、前回は能技の試合でした。で、今回は呪術の試合ですね。こちらの方がっちり見ていきたいと思います。はい、それでは VTR どうぞ。所属とお名前をお願いします。ストレート BJJ の西村大地です。本日のコンディションはいかがですか？そうですね、はい、ぼちぼち大丈夫です、はい、試合の意気込みをお願いします。スポンサー選手として恥ずかしくない試合をお忘れを頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アダルト紫帯ビライト1回戦、西村大地対田中明文です。はい、このね、西村大地選手、京都のね、ストレート BJJ から参戦してきました。この京都なんだ。そうです、フレッシュなね、対戦が実現してますよ。いつもはね、フェザー級なんですけども、今大会はね、ライト級に階級を上げての参戦。この1回戦、田中貴文選手はパラエストの八王子から参戦ですね。さあどうでしょうか。今下になっている黒い道着が田中選手、上のラスコンチャスの道着を着ているのが西村選手ですね。西村選手、チート同い年でしたみたいですか。あ、そうなんですね。そうですよね。西村選手はね、結構まだ若くて、今年村田組になった選手ですね。そうだった気がする。はい。夏にね、台湾で大会に出て、その大会で活躍して名前を挙げた選手ですね。今年の夏にやったラムイットダウンですね。ジュースプリス300記念大会、あそこで風間選手とね、非常にいい好勝負を繰り広げた西村選手。さあ今大会はどうか。さあ今ちょっと下からのガードにやや苦戦しているようなところがありますが、さあ足換いった、足換いきましたね。そのさあこのフットロックどうか。さあフットロックはちょっと不発。さあ下からのデラヒーバーガードを取っているんですけども、今ここで場外際でパロー、はい、マット中央での再開です。さあ相手の足を流しましたね。レッグドラッグで流して、そしてバック。さあこれ定石通りの動き。さあバックマウント4ポイント取りました。さあここからどうか、締め狙えるか。さあ締め入りましたね。お、締めを入ってからはすぐさまと1本決め切りましたね。1分50秒送り入れ締めで西村聡選手、あ、太一選手、一本勝ちで1回戦を勝利です。レッグドラッグを決めてからはね、早かったですね。所属とお名前をお願いします。高野馬場道場の石井博之です。本日のコンディションはいかがですか。コンディションは減量がないんで、いつも通りで頑張ります。最後に意気込みをお願いします。強い選手ばかりなので、本当に
1ポイントでも多く取って食らいついて頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。おっす。はい、紫帯ライト1回戦、後藤亮対石井博之です。はい、後藤亮選手がフリー&フリー、石井博之選手が高田馬場道場ですね。さあ、もう国内で唯一このモヤブランドの道着を着ているこの色帯ですね。このね、モヤブランドからスポンサーされているのは、ね、日本に2人しかいません。黒帯の村田良三、そしてこの紫帯の石井博之ですね。色帯ではこの石井博之ただ1人ですから。すごい。さあ、この石井博之がね、試合をガンガン出てますからね、もうほぼ月1で出てるんじゃないでしょうか。さあ、その後藤亮選手との試合どういった感じになるか注目ですけども、下からね、X ガードからバックテイク。あ、おっと、いいですね。ちょっとスクランブル的なところから上を取ったのが後藤亮。 X ガードからスイープがうまい。そして下から脇を刺してるんですよ。差し返されてしまったか。あっと、下から脇を差し返すんですけども、さあ、ここでちょっとここの際の攻防なんですけど、あっと、パスがいけるかいけるか。さて、ここの今ガードの状態はどうか。石井宏之、上になってる後藤選手もちょっとバランスを取っているところ、あ、でも戻りましたね。ハーフガードですね。さあ、ハーフガード、そしてディープハーフへ移行してますね。さあ、どうだ。この今ハーフガードからのパス、そしてスイープか。おっと、スイープ成功。上になりましたね、石井選手。さあ、お互いにスイープを決めつつ互角の勝負か。さあ、今このデラヒバガードの状態でタイムストップ、マット中央から再開ですね。さあ、これは今どうでしょうか。この足換狙いか。さあ、下になっているのが後藤亮、上になっているのが石井博之。黒と白の道着でね、分かりやすいですね。さあ、このおっと、下から三角ですね。今サクッと入りました。さあ、下から三角のクラッチをしてるんですけども、これをちゃんと組めるかどうか。おっと、組めるか。あ、組みましたね、三角締め。さあ、三角締め入りましたね。さあ、こっから決めれるか後藤亮。さあ、この三角締めの形まで行きましたが、石井宏之は立ち上がって、これディフェンスか。あっと、三角から腕十字、サクッと決めましたね、後藤亮。一本勝ちで決勝戦進出ですね。はい、紫帯3位決定戦、田中明文対石井宏之です。はい、3位決定戦ですね。先ほど西村選手に敗れた田中選手、後藤選手に敗れた石井宏之の3位決定戦ですね。4人トーナメントの3位決定戦、この勝者が3位に入りますが、さあ、どうか。じゃあ、お互いとね、1回戦で1本負けしてますから、ここは勝てるかどうか。さあ、今ガードになっているのが田中選手ですね。先ほどと同じ展開ですね。上から攻めているのが石井宏之。さあ、これパスガードはどうか。パス入りましたね。パスガードしましたね。さあ、パスガードでまずは3ポイント獲得の石井宏之。さあ、上から抑え込んでますが、さあ、胸固めの要領で抑え込んでいます。そしてそこからマウントポジション、パスの3ポイント、そしてマウントの4ポイントを追加。さあ、ここから何を狙うか、締めでしょうか。ちょっとまだ腕の形は胸で押さえつけている状態。さあ、ここから今襟を持っているのかどうか、まだこの状態からはまだ動きは見えません。腕を取ってたんですね。さあ、そしてここからバックマウントか。足をフックすればバックマウント、さらに4ポイント追加。
さあバックマウント入りましたね。はい、ポイントは15対0まで行きました。そして遅れ入り締め、おっどうか。さあフィニッシュ、すごい。最後はきっちりと決めました。石井博之一本勝ちで3位入賞、銅メダルを獲得しております。よかったですね、石井博之選手、流れるような決めを見せました。はい、アダルト紫帯ライト決勝戦、後藤亮対西村大地です。はい、共にね1回戦を一本勝ちした選手同士の決勝戦、白い道着が西村、黒い道着が後藤ですね。さあこれどうか、お互いね決めが強いですから、この試合はどうなるか注目だ。おっと飛びついてのガード、やっぱね先ほどのね試合を見ていたんでしょうかね、飛びついてのガードを入れた西村。さっきね先ほどの試合はね見事なパスからのね決めを見せたんですけども、今回引き込んでいきましたね西村。おなんかすごい。さあ後藤もねアグレッシブにパスのアタックをしております。さあ引き込んでのこのガードポジション、いいですよ、足外した、足外したけどまだこれどうか、いいですねこの止まらないパス、あおいいですね。そしてバックか、すげー。さあバックでこれ足入って、これもバックマウントですね。さあポイントが入りました、4ポイント。さあバックからきっちりとポイントを取りました。そしてひっくり返す、すごい。今のはパワフルですね、スピードとパワー。さあそしてそこから何を狙っていく、バックマウント、相手をねとりあえずひっくり返して、ここから締めか腕十字かどこでも狙えますからね、ここからのポジション。さあ足のフックがまだ入ってますね、片一方だけですけどまだ入っている。西村はここから逃げたい、あそしてこれ締めどうか。さあ遅れ入り締めどうか。おちょっとこれかなり深く入ってるんじゃないですか。あ外した、いいですねこれマット際の攻防でどうにか外した。さあサンドからの再開、さあ今のね締めの状態で場外になったところに対してのポイントは何もなし、そしてスタンドからの再開ですね。さあ4対0で今後藤が4ポイントリード。さあこれはねもう西村が行かないといけない。さあ両足タックル、両足タックル行きましたよ。さあこれ倒せるかどうか、すごい。おがっちりとがっちりと受け止めますね後藤。そしてギロチン、あそして飛びつきクローズド、いいですねこれ目まぐるしく展開が変わっていくこの2人の勝負。さあ西村はインサイドガードですね、インサイドのクローズガード、まずはクローズガードを割りたい。さあ下からねズボン持ってます、またデラヒバガードだ。さあ後藤のこのねガードテクニックが光りますね。さあデラヒバガード、おいい動きだ、すごい。お相手をバランスを崩す、ちょっとガード交差ですね後藤、ちょっとややね西村は焦りが見えるか。さあまずはクローズガードを割らないといけないんですけども、割るところまで至っていないか。さあ割ってクローズド、クローズド割って今デラヒーバー、さあどうですかここの攻防は。さあ下からがっちりとね押さえてますよこの下からね、あのデラヒバガードの足首を入れてしまうとね動きづらいですから。さあそしてベリンボロ、ベリンボロでバックテイクを狙うか。さあ西村もこれでベリンボロ返してサイドを狙う、あいけるか、これ抑えれるか、あっとうまい。今のでねちょっとあと一歩のところでねパスガードをちょっとね逃しましたね。あひっくり返す、いい煽りだ。あ今ここは止まっちゃいけないぞ。さあ場外、
いいですね、これ力の入る攻防。そしてこれタイムアップですね。試合は4対0で後藤選手勝利で、アダールとブラスゲビライト優勝です。はい、いい試合しましたね。はい、このねドレッドヘアもいいんじゃないですか。1回戦から自分の思った通りのことをできて、うまくゲームがコントロールできて、最後は三角から腕十字で決めれました。決勝はやっぱり相手も強くて結構競った試合になったんですけど、うまくバックテイクできてそのままポイント勝ちで、勝つことができました。また頑張ります。おっす。はい、アダルト紫帯ライトフェザー決勝戦、田中秀春対米倉大輝です。はい、田中秀春はパライソラ八王子、米倉大輝はカルペディエムですね。さあこのねワンマッチ決勝戦になりました。紫帯ライトフェザー、米倉は通常ではルースターで試合してますね。白い道着が米倉、青い道着が田中です。さあサクッと今上を取りましたね、米倉。さあ今足を1本入れてますけど、これ50-50にっぽくなってますけど、これはちょっとね立ち上がって外してますからね。さあスイープして、おいパスもうまい、いいですね今のパス。さあパスでサイド抑え込めるか、まだポイント入ってません、まだポイント入ってません。そしてハーフガード、さあ腕十字も取ってますよ、腕十字のセットアップ。さあ木村か腕十字か、さあ木村いけますね、木村相手のクラッチを切ればいけるんですけど、ここからディープハーフに移行することもできる田中選手。さあこの木村クラッチはかなり強力ですからね。お、行きましたね、これ足抜きました。さあそして腕十字のセットアップ、ちょっとまだ足を絡めようとしてますが、さあ腕十字です、腕十字。さあ足外せるか、あ足外せるか、外せるか。さあどうかこの形けど、まだ腕十字ですね、腕十字決めきるか米倉。あちょっと腕もうクラッチ切りそうですね、クラッチ切りそうだ。さあクラッチは切れるか米倉、力が入る攻防。さあこの状態でやや膠着か、あいった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 、伸びましたね。さあ腕十字を決め切った米倉大輝、3分4秒、腕十字で一本勝ちでアダルト紫帯ライトフェザーワンマッチ決勝戦を制しております。はい、このねワンマッチ決勝戦でね勝利してね優勝です。はい、はい、カルペディウムに所属して、まあ、初の優勝ということで、まあ、その試合がラスコンということでとても嬉しく思います。またお願いします。はい、アダルト紫帯ミドル決勝戦、最上貴博対香谷大です。はい、紫帯もねこのいろんな選手がいるんですけども、重い階級になるとワンマッチ決勝戦が多いですね。この試合もワンマッチ決勝戦、最上貴博がパライストラ八王子、香谷大が綱島ジュースアカデミーとネアザワールド品川のダブルネームになってますけども、今ねこの道場の所属を2つ書くっていうのはねなかなかないんですけどもね、久々に見ましたこの表記、両方の道場で掛け持ちで練習してるっていうことなんでしょうか。さあこのディープハーフの攻防、このね足首が抜けるとねちょっとパスの方に行っちゃうと、あ、ちょっと首抜けちゃいましたね。白い道着が最上貴博、あ、いや香谷大ですね、黒い道着が最上です。さあこれ今起き上がったんですけどもね、ちょっとまだ上の状態おからバック狙いかどうか、上をコントロールキープしてますね。あ、そしてクロスフィックスだ、
クルスフィックス、あ、そして木村ですね、ガチッと決めた。加賀谷大2分14秒木村で一本勝ち、いい試合を見せましたね。はい、おめでとうございます。はい、優勝もすごく嬉しいんですけれども、今回村沢球日とって初めての優勝勝利だったのですごく嬉しかったです。あと今回仲間がすごく練習付き合ってくれたので、今日も来てくれてるセコンドで青木さんに感謝です。またチームとみんなで頑張っていきたいと思いますので、やっていきたいと思います。ジュース最高かよ。所属とお名前をお願いします。宮崎のバッファルジュース所属の乗次秀彦です。本日のコンディションはいかがですか。今朝宮崎から来たんですけど、よく眠れて、はい、体調はバッチリです。最後に意気込みをお願いします。今日は前回対戦して負けてる、ケビン木村選手が初戦なんで、あれから2年ぐらい経っていい技も身につけられたので、それを出して勝ちたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。おつ頑張ります。所属とお名前をお願いします。はい、インファイトジャパンのケビン木村です。本日のコンディションはいかがですか。絶好調です。最後に意気込みをお願いします。いろんな試合をしたいと思います。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、アダルトヘビー決勝戦、ケビン木村対乗次秀彦です。はい、このケビン木村、当初はねミドル級にエントリーしてたんですけど、なんと体重が落ちないということでですね、階級を上げました。そしてミディアムヘビーがなかったので、ヘビー級でエントリーしていた乗次秀彦選手とのワンマッチ決勝戦にチャレンジ。さあこのねケビン木村がね、かなり体重がアップしてるんですけどもね、大丈夫なんでしょうか。青い道着がケビン木村、ね、高校を卒業して今専門学校で自動車のね勉強してますね。乗次秀彦はバッファロー呪術宮崎からはるばる東京に来てますね。乗次選手もねアグレッシブな試合してるんでね、勝ったり負けたりではあるんですけども、月1で試合やってるので、そこのアグレッシブさはすごい素晴らしいと思いますね。はい、ケビン木村と乗次秀彦、ちょっとややパワーに頼ってるか乗次。ちょっとこれ最後締めどうか。はい、締め入らず、ケビン木村がスイープして2対0勝利。乗次敗れる。ケビン勝ちましたね。このね階級上げてもきっちり勝ってたの素晴らしいと思いますね。はい、ちょっとでかくなってますけど大丈夫ですか。今日の試合は乗次選手が、結構最近勢いに乗ってるってことなんで、ちょっと警戒していったんですけど、しょっぱい試合で 2-0 だったんですけど、無差別ではもっと生き方するように頑張ります。はい、シニア紫帯オープンクラス決勝戦、猪俣浩二対日野原啓太です。はい、この試合も、ね、非常に注目の一戦だと思いますね。いつもね大会の昼ご飯で会場に来ている日野原啓太選手、柔術と海外の大会でもねガンガン試合して、この猪俣浩二選手、パラエストラ TV おっさん同士のねワンマッチ、この決勝戦なんですけどね、ワンマッチじゃないです、このトーナメントの決勝戦ですね。シニア紫帯オープンクラス、このねアラフォー同士の一戦なんですけども、これがどうか。今下になって飛びついてクローズガードに入れたのが日野原啓太選手ですね。白い道着、青い道着でインサイドガードにいるのが猪俣浩二です。さあクローズガードパスしていきたいこの猪俣選手。あ、いいですね、この煽っているスイープ狙いか。さあ、オモプラッター、そして起き上がる。あ、そのまんまスイープでそのまま三角の形に入りましたね。スイープ成功、まずは2ポイント獲得。
さあさあ三角クラッチ、あそして下になった時に三角を決める、いいですね、これ三角の形作りました。さあ今きっちりとこの三角をアジャストしていく、そして頭を引きつける、あ足がちゃんと入れられるか組めるか。さあ三角、三角、あっとタップ決めましたね檜原選手。1分46秒三角締めで一本勝ちの檜原啓太、素晴らしいですね、決めましたね、おめでとうございます。はい、ガチッと決めてね、みんなでラスコンテープを持ってアピール。優勝おめでとうございます。試合の感想をお願いします。いつもは、救護班で参加してるんですけど、代々木の会場で優勝できてとても嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、アダルト紫帯オープンクラス2回戦、ゆうじ谷口対最上隆弘です。はい、このね最上隆弘、先ほどもね出てました。そして無差別級のみエントリーのこのゆうじ谷口、インファイトの切手のヘビー級ファイターですね。谷口ゆうじ、日系ブラジル人ですけども、かなりのねこの体格がでかいということで、無差別級だけですね、階級別の試合は組まれませんでした。さあこのね谷口対最上、2人ともね黒い道着ですけども、今上になっている方がゆうじ谷口ですね。さあ今ちょっと仮面になってやや動きが止まっている最上。さあこのハーフガードになってますけども、ここからパスか、それともバックを取ってポジショニングをどうしていくのか、ここに注目。さあハーフですね、ハーフ、あけどまだちょっと背中を見せたか、そっちに行くとバック取られちゃうんでね、相手に向き合った方がいいですね、ハーフガードであるならば。あける相手の袖を持ってますね、ということはちょっと相手に向き合っていかないといけないんですけども、さあじっくりと攻めてみるゆうじ谷口、ここの状態は今ポジショニング優先か、もう決め狙いか、今ちょっとここで止まっていますが、さあユージがね背中後ろからね袖引いてるから、もうこれはもうバックを取りに行くと見ていいでしょう。さあどうか、入ったか、あ入りましたね、襟取りました。さあどうですか、ここ襟を持って、あじゃあ離しましたね、今離した、ずっと持っていた袖を離しました。あそして襟、改めて襟を取りに来ましたね。あもう襟持ったか、襟持ってズボンを持って、さあ引きつけて、これちょっとやや強引に締めをいった、締めどうか、はい、締め取り切りましたね。2分34秒送り襟締めでゆうじ谷口一本勝ちです。はい、先ほどねハーフバックのところからねじわじわと攻めていって決め切りましたね、決めるポジションまで行ってからは早かった。はい、アダルト紫帯オープンクラス準決勝、香谷大対ゆうじ谷口です。はい、2回戦勝利で準決勝、ゆうじ谷口、白い道着が香谷大、黒い道着がゆうじ谷口。さあもう引き込み合わせもサイドコントロールですね、それもパス、もう抑え込んでますね、サイドコントロールね、きっちりと。さあ力強いこの抑え込み、ちょっと下からもがいてるけども、さあそして反対側にこうサイドツーサイド、
さあちょっとまた反対側に来ますね。軽やかな動き。さあどうでしょうか、まあ、下からねちょっと香谷選手はね脇を上げて戻したいんですけどもね、ちょっとやや体格差に苦戦してるか香谷。あ、今手首狙いか、手首狙いかどうか。どうでしょうか、これ反対側の手になってるのちょっとなんとも見えないんですけど、忍者ベリーさあポイントも追加。さあかなりここでポジショニングで優位に進めているんですけども、香谷選手はちょっとやや防戦一方。そしてマウントポジション、さあマウントから抑え込んで、ここから何を狙うか。優位谷口、香谷を戻したい、ガードに戻したい。さあ腕だ、腕取りましたね。マウントから肘を決めていった有事谷口、2分8秒、アームロックで一本勝ちで決勝戦進出ですね。はい、決勝戦はケビンと有事のインファイトジャパンでクローズアウト、はい、カチャンナルで、ね、セルフィーするっていうね、しょうもないことやってますけど、有事谷口おめでとうございます。はい、インファイトジャパンでワンツーフィニッシュ。ケビンはね、農技階級無差別ね、全勝ですね。はい、優勝おめでとうございます。試合の感想をお願いします。久しぶりのダブルゴールなので、まあ気持ちいいですね。はい、ありがとうございます。久々のトリプルゴールドで、まあ嬉しいんですけど、まあユージとこうやって一緒にクローズアウトできることが一番意味あると思うんで、よかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、紫帯の試合を見ていただきましたが、どうでしたか。はい、もう一本勝ちも多くてね、良かったと思いますね。で、紫帯でオープンクラスをワンツーフィニッシュしたケビン・キムラとユージ・谷口。ユージはね、無差別級だけだったんですけども、一本勝ちの連続でね、決勝戦、そしてケビン・キムラとクローズアウト。やっぱね、こういう大会で日系ブラジル人ちょっと少なかったんですけどね、もうやっぱこの無差別級だけに出てきて、そこできっちり勝つあたり、さすがだと思いました。はい、 CM の後は茶帯の試合を見ていただきます。それでは CM です。かき鳴らせまっと未来へ、流れる日々へと笑って、始まりはいつもね君のもとへ、後悔したって構わない、走り出せ。呪術プリストセレクション。このコーナーは新商品やおすすめの商品を紹介するコーナーです。今回も東京久美の北野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速紹介の方お願いします。はい、今回紹介するのはスクランブルの新作、ラッシュガードとファイトショーツとスパッツです。はい、こちら都市シリーズとなってまして、都市シティシティ、はい、でよく見ると、はい、ビルとか日本の家っぽい写真がプリントされてますね。下の方まで、はい、でグラデーションになってる感じで、はいはい、でこちら、ま、胸にスクランブルのロゴが入ってまして、はいはい、後ろに小さくプリントが入ってますね、はいはい、肩にも縦にも、そうですね、こちらにも入ってます、はいはい、そして、はい、スパッツの方もこの都市の写真の総柄になってますね、はいはい、で、まあ、お尻にスクランブルとロゴが入ってます、はいはい、ビルとかもすごい、はい、入ってるんですけど、なんかおしゃれな柄みたいな、はいはい、見えますね、はいはい、こちらウエストがゴムで、まあ、紐で結ぶ仕様になってます。はい、はい、あとショーツなんですけれども、こちらマジックテープと紐式の
ショーツタイプになってまして、はい、こちらは黒ベースに先ほどのビルが柄の切り替えみたいな感じでグラデーションで入ってて、はい、おしゃれです、はい、これセットアップで全部着てもそんなにうるさくない感じになりますよね、はい、ちょっとこの上と、はいはいですね、はい、こんな感じで、はい、結構なんかシンプルですごい、はい、そんなにうるさくない、はい、でこれでスパッツも合わせてもそんなに、そうですね、なんか黒ベースなのですごい、はい、結構おしゃれな感じ収まりますね、はい、一応サイズも、まあ、あの S サイズから L サイズまでありますので、はい、よろしければイサミの方で試着してみてください。はい、はい、チェックお願いします。よろしくお願いします。柔術プリスト、はい、ここからは茶帯の試合を見ていただきますが、見どころはどこですか？はい、茶帯の試合はですね、全部がワンマッチ決勝戦だったんですけども、まあ、ワンマッチ決勝戦だからこそその相手のことをね、しっかり見て戦法を考えてから試合を挑めるということでね、非常に見応えのある試合が続いております。ぜひぜひ注目してください。はい、それでは VTR どうぞ。所属とお名前をお願いします。カルペディウム福岡から来ました、井出志龍です。はい、本日のコンディションはいかがですか？ちょっと減量で2キロぐらい落として、まあ、食べ物的にはあんまり食べれてないんですけど、まあ、でもメンタル的には万全です、はい、最後に意気込みをお願いします。はい、せっかく福岡からはるばるやってきたので、ワンマッチですけどしっかり1本取って頑張りたいと思います。おっす、頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、アダルトチャービライトフェザー決勝戦、井出志龍対片山大輔です。はい、この井出志龍選手、博多からわざわざ参戦してきましたね。カルペディエム福岡、対するは片山大輔選手。この片山選手もカルペディエム、そして疲労の選手ですね。カルペディエム疲労対カルペディエムの福岡、カルペディエム対決、やっぱ支部が違うんでね、この2人は普段は練習したことないはずなので、さあ今回どうか、このライトフェザー級の、ね、ワンマッチ決勝戦、このね、井出志龍選手、このね、片山兄弟、井出兄弟って言ってね、もう一人いるんですけども、この、ね、片山選手もね、もう一人片山兄弟の片割れとしてね、この兄弟対決でやってますよこれ。さあどっちが兄貴どっちが弟かよくわからないですけども、井出志龍選手、片山大輔選手もね、兄弟がいますから、兄弟柔術家対決のね、この勝敗がいかにというところでしょうか。今上から攻めているのが井出志龍ですね。さあガードを作っていたんですけども、さあそこから今、あ、一気にこれマウント行きましたね。マウント行った、あ、いいパスだ、パスマウント、一気に7ポイント入れるか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 、さらこれはどうなんでしょうか。あ、入りましたね、今入ったパスマウント7ポイント、そして腕絡みか。さあ腕も取ってますけども、さあここから木村に行くのかどうか。あ、木村の形もいける、この形。さあ指にはラスコンテープを巻いて、派手なねピンクのテープが目立ちますけども、さあマウントポジションをきっちりキープ。片山選手は戻したい、ちょっと足がねちょっと泳いでいる感じ。あ、戻しましたね、ガード。さあマウントからガードには戻しましたけども、7ポイント取っております。さあ井出志龍は上からまたパスガード狙い、お、いいですね今の遠巻きに行くところ。あ、そしてねパスから一気にバック、あ、そして締め入ったか、いいですねこれ、締め入った、パスのアタックからバックテイク、そして送り入れ締め、4分9秒、一本勝ちでアダルト茶帯ライトメダルワンマッチ決勝戦制しております。はい、いいですね、きっちりと優勝おめでとうございます。
カルペディウム福岡の、井出志龍です。そうですね、福岡で練習してきたことがしっかり試合で出せたので良かったと思います。祭りもまたラスコンで、出る機会があれば出たいと思います。ありがとうございました。はい、アダルトチャービフェザー決勝戦、武井明弘対片山元成です。はい、先ほど出てきた片山大輔の兄弟片山元成、そして対戦相手武井明弘ポーラクラブジム、赤い道着が武井、白い道着が片山ですね。このアダルトチャオビのフェザー級もワンマッチ決勝戦です。さあポゴナックから参戦のこの赤い道着、武井が今上からこれ締めですかね、ちょっと締めはもう外しましたか。さあそしてこれハーフガードか、あそしてそのまんま足勘だ。さあ足勘開けるその回転してエスケープ、あまだまだまだ足勘続いてる、まだ続いている。おちょっと足勘狙いですね武井。さあ今ねスクランブラー状態でだったんですけども足首は離さず、さあフットロッカーなのか武井。さあそしてまた引き込んでいきました片山、相手の袖をコントロールして裾をコントロールしてパスを狙う。さあちょっと逆に武井が足勘を狙われたか。さあこれ足勘合戦ですかね、片山もさっき足勘仕掛けましたね。あさあちょっとこれ足勘をめぐる攻防か。あそしてトーホールド。さあこれは場外ですね。はい、場外で何もなし。さあスタンドでの再開、片山ちょっとやや疲れが見えるか。さあ引き込みましたね。さあまた足勘だ、また足勘だ。その足勘のカウンターでバックテイク、おいいですねバック。さあ足勘のカウンターでバックテイクに成功。さあ締めだ。そしてバックマウントからフロントマウント、あそこはもうちょっと戻しましたね。いいですね足勘をカウンターのバックテイク、綺麗に決まった。あけどまだ足勘か、また足勘か、また足勘だ。さあ足勘にねもうこだわってますね。まだ行く、あちょっと雲の表情、そんなに足勘が好きなのか。さあ裏になって決めてた、あっと決めた、執念の足勘。武井がフットロック、6分12秒、一本勝ちで当たるチョビフェザー激勝ですね。はい、決め切りましたねこの赤い道着。ブエノスディアスヨーヨーギーラスエストレージャス、柔術界のスターここに来ました。今日はですね浅草でもういくつ大会やってるみたいですけど、やっぱりスターはヨーギーですよね。今日はありがとうございました。うまい酒飲みます。アスタレーゴー。所属とお名前をお願いします。早熟会仙台の後藤拓磨です。本日のコンディションはいかがですか。バッチリなので今日は大丈夫だと思います。試合の意気込みをお願いします。一応仙台から来たのは私一人なので東北の力を見せたいと思います。頑張ります。おつ、頑張ってください。ありがとうございます。はい、アダルトチャオビライド決勝戦、伊藤直司対後藤拓磨です。はい、試合前インタビューでね、仙台からは来たのは私一人ということでね、道録一人旅、この後藤拓磨対伊藤直司サニーフィット。さあこの階級もワンマッチ決勝戦ですよ。
ちょっとねこのねラスエストレージャスで柔術は茶帯黒帯の試合が全部ねワンマッチ決勝戦だったんですね。なのでねプチプロ柔術的な感じでね良かったんですけどもね、さあそれがどういう風に影響するか、後藤拓磨もねラスコンチャスのスポンサード選手としてね地味ながらね試合は出てるし、そしてね最近は勝ち星の恵まれております。さあこの大会ではどうか。さあ下からの三角締め、もうこれ三角クラッチできてますよ。さあ三角からこれアームロックもいけるし、そのまま三角決め切ることもできる。さあ頭を引きつけてその三角締め、伊藤はちょっと胸を張って三角をディフェンスしたい。さあこれを決めれるかどうか。さあ引きつけて三角、あーっとタップ、後藤拓決めましたね。おっと三角おにぎりマークだ、おにぎり男決め切りましたね。三角締め、ガジャイモ太郎いいですね。さあこのね表彰台ではねラスコンのキャップをかぶってラスコンアピール、スポンサー対応も抜かりない。1本取れてよかったです。まず、金谷さんからお前負け続けてるんで頑張れよと言われたので、まず勝ててよかったです。ただの芋野郎にならず、なんとかこれから強い芋野郎になろうと頑張ります。おっす所属とお名前をお願いします。プライスター小岩の峰岸理恵です。本日のコンディションはいかがですか。まあまあいいです。最後に試合の意気込みをお願いします。一発ですぐ一本取って速攻試合終わるようにして早くご飯食べたいです。減量が辛いそうです。頑張ってください。ありがとうございます。はい、所属とお名前をお願いします。パラエストラ TV 所属の宇津木豪と申します。よろしくお願いします。本日のコンディションはいかがですか。精一杯やれることはやってきたので、試合で出し切りたいと思います。最後に意気込みをお願いします。はい、対戦相手すごい有名で強い選手なんですけれども、精一杯自分の力を出せれば、勝てると思うので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アダルト茶帯ミドル決勝戦、宇津木豪対峯岸麗也です。はい、この試合もねちょっと注目の一戦でした。峯岸麗也ね、色帯時代はね青帯紫でかなりね名前を挙げてたんですけども、茶帯になってからはねなかなか試合の出場する機会もなく、ややね鳴りを潜めてたんですけど、今大会エントリーということでね非常に注目されてました。対するこの宇津木豪、宇津木選手もね今インタビューでね相手が有名だって言ってましたけど、宇津木選手もねアジアで無差別級で準優勝してますからね、非常にこの注目度の高いこのワンマッチ決勝戦でした。でちょっとねレイヤーもねインタビューで言ってましたけども、この日はねかなり減量に苦しんでまして、直前までね当日まで体重を落とすっていうところがあったんですけども、それがどう影響するか。宇津木選手はね飛びついてるクローズガード、そして相手のラペルを引き出してこの足でかけるっていうちょっと変則的なガードを見せてますね。さあこのガードはどうか。おいいですね、そこからのラペラを引き出してそこからスイープマウント、2の4の6ポイント一気に取りました。さあここはどうか、このねラペラをしっかりと引きつけてのね宇津木豪、さあまだマウントをね回避できない峯岸麗也、さあマウントポジションにいますよこの宇津木豪。さあセコンドの声もね熱いですけども、あタップ、締めですね締め、なんと宇津木豪が峯岸麗也から1本取るというね、まさかのアップセット、いやアップセットじゃないですね、これはねしっかりと技術を見せた宇津木豪が1枚上手だったと言うべきでしょう。はい、宇津木豪もねいい試合見せました、おめでとうございます。パラエストラ TV の宇津木です。今日の試合は、練習してきた技をうまく、使って、決めることができたのですごい良かったです。いろんな方々のサポートで、こういうことができているので、非常に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。本日ありがとうございました。
所属とお名前をお願いします。カルペディエムのリーダーハイソンです。本日の調子はいかがですか。今日、まあですね、はい、最後に意気込みをお願いします。メンタリティはずっと一緒なんで、まあ、一本狙う技術をやりたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アダルト茶帯ヘビー決勝戦、リダハイサム対サニーベビーです。もう大巨人ですよ、ガーナチョコレート、リダハイサムがね、これミューズに来るとね、ひときわでかく見えます ね。対戦相手サニーウェビー、エンデューは BJJ、 ロサンゼルス生まれですよ。リダハイサムはね、ガーナですから、もう呪術界のブラックチョコレート、このね、リダハイサム対するはね、もうロサンゼルスのサニーウェビーなんですけども、足長、さあどうか。おっと、動きがいい。ハイサムはね、もうアグレッシブですかね、とにかく。さあ、足かんだ。さあ、足かん行きましたよ、これ。どうか。トーホールドか。トーホールド。すごい、なんか。あ、トーホールドか、膝十字。もう決まった。すごい。あっと、サニー大丈夫か、膝は。おっと、一気に決めましたね。あっと、サニー、残念。悔しそう。ハイサムのね、一気火星に決めた膝十字、48秒、秒殺勝利ですね。いや、決めましたね。いや、怒涛ですね、このハイサム。素晴らしい試合でしたね。フレンドリー、ナイスガイ。試合勝ってよかったです。最近よく足換の練習をして、足換で決めることができて本当に嬉しかったです。この後オープンなんですけど、オープンも勝てるように頑張ります。ありがとうございます。はい、アダルト茶帯オープンクラス準決勝、宇津木豪対リダハイサムです。はい、先ほどね、ミドル級を制した宇津木豪とヘビー級を制したリダハイサムのチャンピオン対決ですね。さあ、チャンピオン対チャンピオン、これどちらが勝つのか。そうですよ、チャンピオンズチャンピオンですよ。さあ、どうでしょうか。さあ、飛びついてのクローズドガード、リーダーハイサム、いやいや、ここら辺は慎重か。さあ、このね、2人ともね、黒い道着ですからね。ガードになっているのがリーダーハイサム、インサイドガードにいるのが宇津木豪ですね。さあ、ハイサム対宇津木豪、これ初対決なんじゃないでしょうか。さあ、ハイサムのクローズドガード、さあ、ちょっとやや慎重なクローズドガード、あ、そして割りましたね、オープンガードで相手の袖を引きつけて袖をコントロールしてのオープンガード、腰に足裏を当てて相手の体勢を崩してます。さあ、デラヒバガードに変形しましたね。さあ、デラヒバガード、片手は袖をコントロールか。さあ、宇津木はね、ここから何を狙うか。ここからね、立ち上がってもいいですし、そのまんま、ベリンボロ狙いでもいいですね。さあ、立ち上がりましたか。これダブルガードに行くんですかね。2人ともちょっとダブルガードの状態、これハイサムが立ち上がったら2ポイント。さあ、ここでまずはハイサムが2ポイント取りましたね。さあ、50-50。あ、そして膝十字か。さあ、膝十字行きましたよ。あ、また足首だ。あ、今のは不発。そしてオープンガード、これありなんですか。足バタバタするの。足バタバタしても蹴らなければいいですよ。あ、そうなんだ。あ、そしてパスか。そしてパス、もう一気にパス。そしてニンザベリーもポイントはどうか。さあ、サイドコントロールですね。サイドコントロール、パスガードのポイントのみ。さあ、サイドまで行きましたね。さあ、宇津木のガードをパスした。宇津木もね、手足が長いですからね、ガード交差と知られるんですけども、ハイサムの方がちょっと手足も長い、身長も高いということでね、行きましたけども、
おお、いいダイナミックな動きだ。そしてマウントから腕十字、腕十字伸ばした。すごい。いいですね、ハイサム、決めが強い。一本勝ち。試合時間3分11秒で腕十字を決めて決勝戦進出を決めました、リダ・ハイサム。はい、アダルトチャービーオープンクラス決勝戦、リダ・ハイサム対後藤拓磨です。はい、ガジャイモ対ハイサム、身長差がすごい。はい、決勝戦はね、ライト級のチャンピオン対ヘビー級のチャンピオン。さあハイサム対後藤、どうか。さあこの2人の試合、さあスタンドでの攻防ですね。これちょっとやや慎重、お互い見合ってたところなんですけども、ハイサムが引き込んだ。あ、どうだどうだ、これ足か、もう足か、ハイサム足か。お、いいですね。おーおーおーおお、ほら、あら、ちょっと荒っぽいな、荒っぽいハイサム。今のはねちょっと荒々しい、ワイルドです、ワイルド。ちょっとガジャイモにイラついたか。あ、それまた、また行きましたね、また足ですね。足長いな。お、一気にパス、またぐだけ。開けるまでね、パスしたんですけども、ポイントを与えませんよ。まだこれはなし、ポイントはなし。さあガジャイモちょっと動きが止まりましたね。これどうか、ポイントはやらねえぞと。けどここから何かできるのか。ああ、まただ、ぐいっと一気に引きつけて4の字ロック、そしてバックですね、バックの4字ロックから試合3回、さあ4ポイント。ハイサムがねちょっと荒々しいですね。さあ4ポイント取りました、リダ・ハイサム。さあこれ締めでしょうか、バックマウントからの締めか。さあこれまたフットロックですね、これエスティマロック、エスティマロック、足首を抱えて、このエスティマロック、それ不発。いや、ガジャイモもねしのいでますね、すごい。決めだけはねしのいでますよ。さあ今ポイントはねちょっと取られてますけども、一発逆転できるか。ハイサムの怒涛の攻めをねなんとかしのいではしのいではいるんですけども、一発のチャンスをものにしてほしいガジャイモ。さあずんだ餅デリバリー男ですからね、後藤拓磨。仙台というかもう東北でね唯一のね選手ですよ、今関東で活躍してるのは東北代表って言っていいんじゃないでしょうか。道の駅一人旅、後藤拓磨、ずんだ餅デリバリーマン、そしてガジャイモ太郎。ああ、そして足か、また来た足。ハイサム強引だ、強引だ、強引だ。すごい。最後はちょっとパワーで決めたところがあるんじゃないか、リダ・ハイサム。ちょっとジェントルのハイサムをイラつかせた男、後藤拓磨。最後はね力つきましたね。はい、ハイサムね全試合一本で優勝おめでとうございます。試合の感想をお願いします。 ありがとうございます。あ、今日は全部一本で勝ててよかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チャオビの試合を見ていただきました。どうでしたか。はい、階級別はね全試合がワンマッチ決勝戦、そして全試合が一本勝ちという感じでね、もう非常にね決めが連発した、もう見どころのある試合の数々だったんですけども、非常に見どころありました。その中でもやっぱり存在感があったのはリダ・ハイサム、もう全部がね秒殺と言っていい、もう圧勝撃。そして足換の際がね非常に良かったですね、キレがどんどん上がってます。このねハイサムの試合はねもう全部が決めで、もう一本勝ちの連続、もうポイント勝ちほぼないっていうぐらいのね圧勝撃。このねハイサム、これからの活躍を期待したいと思います。はい、 CM の後は黒帯の試合を見ていただきます。それでは CM です。
私はホブソン・タヌです。インファイトジャパン。得意の技、今から教えます。Para fazer uma posição da Della Riva com a meia-aranha, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Chegar pisando no chão, jogando ele pra lateral. Jogando pra lá, eu tiro minha perna do braço e venho jogando na 50. Jogo na 50, agora eu dou uma pressão caindo pra lá, ó. Às vezes ele fechou a 50, eu domino aqui a gola e venho ajoelhando no chão. Ajoelho e faço postura. Agora eu seguro na ponta do joelho dele, estouro. Quando eu estouro, eu apoio no joelho, faço uma base no chão, venho girando, deixando o pé debaixo da minha axila, cruzando as pernas e pegando o leg lock. Os柔術プリスト。はい、ここからは黒帯の試合を見ていただきます。見どころは、はい、パラヒストラ TV の総帥広瀬隆之、これがねアダルトに参戦というのもね非常に注目だと思います。そしてホブソン・タンヌ対塚田一太郎、今までにこの2人の試合やってるようでやってなかったこの初対決、こちらの方も注目してください。はい、それでは VTR どうぞ。で、所属と名前をお願いします。カルペディエム所属の世良智茂です。本日のコンディションはいかがですか？まあ、いつも通り普通です。はい普通です。はい、試合の意気込みをお願いします。はい、広瀬さん初めてなんですけど、なんかそうですね、なんか粘り強さなんで粘り負けないよう頑張ります。はい、お願いします。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。所属とお名前をお願いします。はい、パラエストラ TV の、広瀬隆之と言います。本日のコンディションはいかがですか？はい、今寒いんですけども、すごく絶好調です。最後に意気込みをお願いします。相手がとても強い選手で、現役 のアダルトの選手なんで、精一杯食らいつけるように頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アダルト黒帯フェザー決勝戦、広瀬隆之対世良智茂です。はい、この、ね、試合も、ね、注目の試合だと思いますね。パラエストラ TV の総帥広瀬隆之、そしてカルペディウム世良智茂ですよ。広瀬君もね、もう柔術歴は、ね、20年ですからね、非常に長い、もう20年とまでいかないんですけど、20年ちょっと前かけるぐらいなんですけども、非常に、ね、キャリアのある選手。パラエストラ TV、 パラエストラ葛西とね浦安を運営しているね黒帯なんですけども、まだ自らも試合をやるぞと、しかも今回はアダルトで出るぞということでね、非常に興味深いこのワンマッチ決勝戦。世良智茂もね非常にね道着でも勝ちましたし、今回はこの道着の試合はどうかといったところ、世良智茂のね脳技の試合をね、前回の配信をぜひ見てください。さあガードを作っているのが広瀬、そのガードをパスしようとしているのが世良ですね。さあ広瀬ちょっとねガードからね、ハーフガードなんでちょっと脇を刺されてしまってますね。さあそこを戻せるかどうか、あ、戻してますね。ガード脇を刺しているのは広瀬の方。そっからパスだ。さあスプロールしてますね。さあ、あ、そしてギロチンだ。首を取っている。お、いいですね広瀬今の動き。こういったところがね広瀬の持ち味なんですけど、下からちょっとチョーク取ってるか、裸締め。さあチョークどうか、チョーク、なんと失神、広瀬失神、
衝撃の結末、2分42秒チョークで世良智重一本勝ちですね。劇的勝利、すごい、ショッキング、すごいですね。今の試合世良今回はね、決めが冴えまくってますね。非常にいい試合でした。見どころありましたね。今日はそうですね、広瀬さんちょっと初めてやる相手で緊張したんですけど、まあ、一本勝ちできて、すごい良かったです。嬉しいです。で、まあ、今日ちょっとダースチョークで久しぶりに決めたんですけど、そうですね、練習してきて良かったです。呪術でも決まります、はい。ありがとうございました。おっす。所属とお名前をお願いします。はい、ダンファイトジャパン塚地太郎です。本日のコンディションはいかがですか？今日はそうですね、もうバッチリですね。もう宮尾スタイルで今日来てるんで、多分いけるんじゃないですか。くるくる回りますよ、今日は。最後に試合の意気込みをお願いします。今日も頑張ります。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。すいません。所属とお名前をお願いします。タノラブソン選手です。本日のコンディションはいかがですか？まあ、コンディションがいいですよね。乃木がちょっと負けてまして、でも、まあ、練習でやってるから乃木 で今から儀でやるから、もうすごい元気になってるから。最後に意気込みをお願いします。意気込みが、でまたガードのいつも通りでやってみましょうか。優勝したいから、みんな応援してください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、アダルト黒帯ライト決勝戦、ホブソンタンの対塚田一太郎です。はい、この2人がね、なんかね、やったことあるような感じしますけど、なんと初対決でしたね。ホブソンタンの主者インファイトジャパン対する塚田一太郎ダムファイトジャパン。群馬のね、この2つの道場は近いんですよ。そんな中でね、東京でね、ワンマッチ決勝戦引き込んでいったのがホブソンタンの主者ですね。主者っていうのは、ブラジルの、アニメのキャラクターだったかな。なんかそれと、主者が昔子供の頃似てるって言われてて、でそれからお前は主者主者って言われて、それがそのまんま続いてるっていう感じですね。さあ、そして塚田一太郎下からね、今強烈な三角入りかけたんですけど、うまくディフェンスしましたね。主者はね、ガードが非常に強いですね。引きつける力が強いで、対する塚田はね、やっぱパスガードが持ち味なので、これは2人の試合スタイルが合致していい試合になるんじゃないでしょうか。さあ、下からこのオモプラッター、おー、なんかすごい、おー、ダイナミックですね。ダイナミック、重プラッタスイープ、そしてスイープしてからパスマウント、いいですね。スイープでがっちりいって、そこからパスマウント、今のスイープで2ポイント、パスで3ポイント、そしてマウントで4ポイント、合計9ポイントを一気に獲得。現在9対0ですね。今のワンアクションで一気に9ポイント取りましたね。さあ、塚田これでね、インサイドガード、もうかなり相手にポイントを当ててしまったので、これはね、なんとかしないといけませんよ、塚田。さあ、どうでしょうか、この9対0のポイント差をどうやって埋めていくか。さあ、主査はがっちりとクローズガード、そして割ってオープンですね。下から相手の袖をきっちりとコントロール。さあ、どうでしょうか、この相手の襟を持って、お、そして足勘ですね、この一発逆転の足勘狙いか。ただこれ9ポイント取られてますからね。さあ、この一発逆転の、ね、足勘狙ったんですけども、それは不発ということで、ポイント9対0でホブソンタンの主者がワンマッチ決勝戦初対決を勝利しております。塚田敗れる、残念ですね。
はい、勝ってにっこり主射おめでとうございます。はい、なんかこのね初対決もね、実はこの9ポイントっていうねこの大差の判定勝ちっていいんじゃないでしょうかね。主射うん、まあ、しょうがないですね。負けメダルどうか。で今、まあ、階級の大会やったもんで、まあ、すごいあの塚田強い人がやっててでガード引っ張ってでビーズがお前の人がちょっとやってでも僕のゲームが頑張ったもんででもプラタ入ってスイープできたもんででそれからもうポイントから勝ちましたからでまあよかったね。また皆さんよろしくお願いします。おーす。はい、アダルト黒帯オープンクラス1回戦デビッドガルモ対塚田一太郎です。はい、このデビッドガルモがね今年黒帯になったアメリカのねデトロイト出身のねこの27歳。おーいいですね塚田、さっきね無差別級だよね。このデビットと塚田のこれも初対決ですね。あ、お互いちょっと膠着のペナルティが入りました。さあ塚田対デビット、デビットはねまだねあのこんな老け顔ですけどまだ27歳ですからね、バリバリのアダルト。塚田一太郎はねもうアラフォーですね。なのでマスターの上シニアの選手なんですけども今大会はアダルトにチャレンジですね。さあ引き込んでいったデイビッド、さあ上からパス狙い塚田、さあどうでしょうかこれ、今のもガードもうまいですね。パスのアタックをうまくいなしました。さあデイビッドのねガードパスできるか塚田。塚田はねパスに定評がありますからね。さあ相手のズボンの裾を持ってコントロールしてますけども、さあ今ハーフガードですね、リバースラヒーバーかハーフガードかっていった感じなんですけども、このガードの動き、さあどうでしょうこのハーフガードかリバースラヒーバー。塚田はこの足を越えたいところ、おいいですねロングステップ、おいいですね反対側、おいいですねここら辺のねダイナミックさがね塚田いいですね。さあレグドロップポジション、あちょっと足流しきれませんでしたね。さあそして50-50か、あちょっとこれ、あこれで今上取りましたねデイビッド、今ので2ポイント取りましたデイビッド。さあ50-50ですね、50-50になるとやや試合は膠着してしまうか、下からこの今度は塚田がスイープ狙いですね。あちょっと両者が腰をつけてダブルガード、さあそしてこれ塚田が立ち上がるか、まだ50-50は変わらず、さあちょっとこれダブルガードですね、お互いやや動きがね緩慢になってきましたけども、返しつつ返しつつみたいな動きになってますね。さあ今ここの動きはどうか、さあどうですかここのダブルガードですね、いや50-50で今上になりましたね塚田。さあこれポイント入りました、これポイントは2対2ですね。2対2になったんですけども、ここから今下から足換狙いのデイビッド、塚田は1本足をまたぎたい、いやいやまあここのね動きがねお互いがちょっと、あでも50-50で外れましたかね、足換狙いのデイビッドだ、デイビッドガルモこれどうか、あ今のところ膝を決めましたねデイビッドガルモ、
6分48秒。50-50 から回転しながら膝十字を決めてデビッド・ガルモ一本勝ち、一本勝ちでワンマッオープンクラスの1回戦を勝利して決勝戦進出を決めましたね。おめでとうございます。はい、アダルト黒帯オープンクラス決勝戦、ホブソン・タンノ対デビッド・ガルモです。はい、この2人はですね、前回配信したノーギで戦っております。その時にはデビッド・ガルモが勝利しました。さあ今回同義マッチで再戦ですね。ノーギではデビッドが勝利。さあ今回はどうか、主者対デビッド・ガルモ。もちろんこの2人も初対決ですね。同義では初対決、この大会では2度目の対戦になりましたね。さあもうデビッドはね、引っ込む気満々ですね。あ、けど引っ込み満々のところをちょっとこれ引っ込みに成功したのは主者ですね。やっぱこれは呪術の引き込みに関しては主者の方がやや一日の長があったか。さあクローズドガードで慎重に試合を進めていこうというのが主者。デイビッドはクローズドガードを膝を立てて外そうというところ。まだクローズですね。今一瞬割れてましたけども、さあ相手を釣り上げた。これはクローズガードを割る常識ですね。上等手段。さあそこからオモプラッタだ、はい、そこからオモプラッタだ主者。さあ主者のね、このオモプラッタアタック、これはもう得意技ですからね。あ、オモプラッタから反対側に返すか。これね、この状態までいったら前にも返せるし後ろにも返せますからね。そして三角もあるっていうね、この万能なポジション。オモプラッタのセットアップ、そして相手の道着を引き出してこれを持とうというところでしょうか。おっと、いいですね。返しますね。さあこれ返しました。あ、さあ2ポイント取りましたよ主者が。さあ主者が2ポイント取りました。スイープレー2ポイント。さあデイビッド、ちょっとこのね、オモプラッタ地獄に入ってますね。これが外せない、なかなか外せないですね、このモプラッタ。やっぱ主者の得意技だけはある。さあ主者どうか、ここからね、三角いくのかモプラッタいくのか。デイビッド、この腕を抜きたいんですけどもね、なかなか相手を釣り上げ、持ち上げてしまう。さあこれを言って相手をね、揺らしながら腕を抜きたい。今ポイントは主者が2ポイント、主者が2ポイント取ってますけども、ここから先はどうか。さあここがね、外せるか外せないかでね、戦局変わりますからね。主者はもうほぼオモプラッタで固定ですね。デイビッドは腕を抜きたいところ。モンプラットのカウンターテクニックはあるか。まだ抜けない、まだ抜けない。あ、外せましたね。オモプラット外れた。そしてオープンガードけど、主者がね、相手の襟を引きつけてますからね。さあ切れるか。あ、切りましたね。襟は切った。さあこれまた足換か、足換いけるか。デイビッド足換いけるか。あ、クローズドだ。ラストのところでね、ワークショーあったんですけども、クローズドで主将がもうこのまま守りきった感じですね。はい、呪術の脳技でね、1勝1敗この2人はね、ちょっとライバル的な関係になっていくんでしょうか。これからもね、試合を見ていきたい。主将対デイビッド、この道着の試合は主将が2対0で勝利しております。おめでとうございます。はい、3位には塚田一太郎ですね。優勝主者、準優勝デイビッド、3位塚田、はい、優勝おめでとうございます。試合の感想をお願いします。みんな疲れ様でした疲れ様でした、今日がもう乃木でもう負けたんで、で
もう階級と無差別を優勝したもんで、もう良かったです。相手が2人強かったもんで、もう今日すごい嬉しいで、また皆さんよろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。おっす。はい、黒帯の試合を見ていただきました。どうでしたか？はい、このね、黒帯の試合はね、試合数こそ少なかったんですけどもね、もう見応え十分な、もう緊張感のある試合の数々だったと思います。いや、黒帯でね、初対決だったね、主者対塚田、そして主者対デイビッドの脳技のリベンジマッチ、この2つもね、非常に良かったと思いますね。黒帯はやっぱ黒帯だなって思わせるテクニックもありましたので、非常に良かったと思います。はい、それでは CM です。かき鳴らせ、もっと未来へ流れる日々へと笑って、始まりはいつだって君のもとへ、後悔したって構わない、走り出せ。はい、今回はラスエストレージャスで柔術2017の試合を見ていただきました。どうでしたか？はい、このね、ラスエストレージャスで柔術、この柔術界のスターたちっていう意味の大会名だったんですけども、その大会名にふさわしい柔術界に新たなスターの数々がね、見れたと思います。このね、大会来年もですね、開催予定なので、こちらの方もお楽しみください。じゃあ最後に提供もお願いします。はい、橋本健也の柔術プリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式、一鉄、イサミ、VHTS、ラスコンチャス、ズマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りいたしました。はい、橋本健也のプリスト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら。